あ、あ、いやいや、結構時間こんな時間じゃん。そうや、ライブ終わってから結構時間、ね、いやあのさ、あ、朝から何も食べてないんだよね。あ、そうな。いやマジマジマジ、ほんま食べてへん。いや、ごめん、プリン1個食べた。プリン、プリンなんかそんな男の食べ物じゃないよ。いや、でもマジでこのまま帰んないよね。このまま帰んないよね。帰ろうと思ってるけど。いや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 、ちょっと行こうよ、一軒。どこに？あれがあるよ、家系。もう11時だよ。11時だ。あ、でもさ、この地図的にはあそこいいんじゃない、うん、杉田屋。まあ、あの、近いじゃん、もう。メロシート、普段何キロ何千キロ走ってるんですか、あなたは。行きましょうよ。いやいや、じゃあ行こうか。よっしゃー。まもなく目的地付近です。あったあった。あった？開いてる開いてる。開いてる？開いてる。やったー！ライドご飯！イエーイ。はい、到着して。はい。外から見てて、うん、めっちゃくちゃ人が並んでるから。この時間だよ。今回はですね、マコの要望で、ラーメン。ラーメン。もう11時過ぎですね。11時半ぐらいになってるんですけども、開いてんのよここは、うん、はい、ということで、うん、行ってみたいと思います。行ってきます。行きましょう。あのドンってきた瞬間にも感動したけど、入れた瞬間、スープを含んだ瞬間にもう感動、全身にスープがみなぎった。一瞬で11時半に人が並んでるわけやから、すごいよ。でなんかもうあの店員さんもこの時間でも5、6人いた？4人ぐらい。4人ぐらいか、うん、まあ大体大体ね、フル稼働で、客もフル稼働で、フル稼働しつつ、うん、で自分らが食べて帰ろうかなと思ってまだ人が並んでて来てるからね。すごかったね、うん、すっごい回った。思わずもう目見ちゃった。おおと思って。誰の？メロンシートのじゃないですか。あと、まあ、ということで、はいはい、本当に来てよかったね。来てよかった。ちょっと語っていい？もう今日ご飯、本当は自分は絶対家系はラーメンとご飯、ライスね、頼むのは決まりだと思ってるんですよ。行ったらライス売り切れだった。そう、ちょっと結構本気でショックで、やばー、もう今日なんかなんで俺今日来たんだろう本当思ったら言わなかったけど、そしたら大盛り今日は頼みましたと。大盛り頼んで、まあ発見した、ご飯がない時がない時で大盛りの味変が今まで以上に楽しめる。あー、もうまず普通の並分ぐらいの麺は普通にいただくと。
半分過ぎたらまず生姜から行くわけ、すっきり系の、 あの刻み生姜、そう刻み生姜から行って十分堪能したら最後ラストスパートを餃子にんにく、あ餃子にんにく美味しいな、本当びっくりしたわ、感動感動、来てありがとう、来て来てくれて、まあまあまあそれはお互い様なんですけども、また、うん、深夜の家系行きますよ、もうあの車なかったらチャリでも行く、まあ、チャリ今ないがチャリ盗まれたからこの前、マジでいいよ、チャリなんかなくても歩いてくんだよ食べた後は歩かないと太ってしょうがないんだよはい、ということでですね、ここまでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、今回は磯子新杉田の杉田屋さんでした、めちゃくちゃ美味しかった、はい、ということでではまた、バイバイ。